食事を食べる際は介助ではなく自身の手で食べていただくことが基本です。食器の位置は主菜を中心に左手前にご飯、右手前に汁物を置きます。食堂へ移動し食事ができる方の場合、足底はしっかり床につけてやや後方に引き、体幹は軽く前傾にします。飲み込む際は軽く顎を引くと咀嚼から喉の奥への送り込み、そして嚥下がしやすい姿勢となります。食事は食堂で食べることが基本ですが、体調不良などの理由から一時的にベッド上で食べる必要がある場合は誤嚥しない姿勢をとることが重要です。ベッドの上肢ギャッチアップを45度から90度に設定し、角度は本人の状態を見ながら調整します。クッションを入れます。膝を軽く曲げ、ずり落ちないように膝の下にクッションを挟みます。またはベッドの下肢ギャッチアップをします。食事は利用者の目線からも見えるようにセッティングします。介助が必要な利用者の場合はエプロンを着用し、食べ物の温度などに気をつけ、魚の骨を取ったり身を小さくほぐしたり、利用者の状態に合わせて食べやすくするための介助を行います。口の中に食べ物が残っているうちはしっかり嚥下するまで待ち、無理に押し込まないようにしましょう。顎が上がってしまうと誤嚥のリスクが高まりますので、食事介助を行う際は立ったままの姿勢で介助するのではなく、椅子に腰掛けて利用者と同じ目線から介助を行うようにしてください。咀嚼・嚥下状態を確認しながら、食べる順序や速さ、量など利用者のペースで介助するようにしてください。麻痺がある利用者へ介助する際は、食べ物は麻痺のない腱側の口の端から入れるようにします。失礼します。食事中に座位が崩れてくる利用者は都度姿勢を正すように介助します。食べ物や唾液を飲み込む際、通常は誤って気道に入らないように喉頭蓋が閉塞され、食道を経て胃へ送られる構造になっていますが、それが誤って気道に入ることを誤嚥と言います。ほとんどはむせによって外に吐き出そうとしますが、高齢になるとこの排出する力が弱まり誤嚥することがあります。むせた時は利用者を前かがみにして背中をさすり、肩甲骨と肩甲骨の間の部分をタッピングします。看護師さん出てきてもらってもいいですか？はい。他の介助者は早急に看護師に報告をします。食べ物が喉に詰まった時は義歯および口腔内の残渣物を取り除きます。必要に応じて吸引器を使用します。食事が終わったら口腔内の食べ残しを減らすためにも、最後にお水を飲んでいただくよう声かけをします。食事や水分が進まなかった利用者に関しては他の介助者や看護師に申し送るようにしましょう。最後に食事摂取量や水分摂取量は個別生活チェック表に忘れずに記録します。